予定通りの日数で来られたじゃねえか。そう言われれば以前より顔つきも精悍になったな。その顔つき同様、剣の腕も上げたか。この野郎、一丁前に謙遜か。ま、それでも俺には勝てねえけどな。なんだ、元気がねえみたいだな。時に怯えてるのか。その安兵衛に勝つために修行してたんじゃねえのかよ。早い方がいいって。安心しろ、この俺がついている。よく来たな。では早速だが、ご城代のお言葉とやらを聞かせてもらおうか。何？計画を中止しろだと？というのだ。もはや我らはお家再興などないと思うておる。なのに今さら大学様のお身を案じてどうする。そうじゃ、お家再興が叶わぬのなら何人で仇討ちしようが同じこと。
介が米沢に引っ込むか、わからない。最初に約束を破ったのはご城代の方だ。江戸で安兵衛と今年の3月に仇討ちすると約束したにもかかわらず、それを反故にしたではないか。よいか、このまま来年の春を待った場合、ご城代にまた何を理由に引き延ばされるか分かったものではない。うむ、そうなる前に光助之助を討つ。これが江戸同士の総意だ。止めるだと？面白い。どうやって止めるつもりだ？弱い犬ほどよく吠えるな。どうやって止めるだと？そんなの決まってるだろう。ご城代の言うことを聞けない悪い子は俺が直々に始末してやる。カズエモン、どうし打ちをすると申すか？仕方ねえだろ。大将はご城代なんだ。その大将の命令に背く気なら排除しねえとな。どうした、剣豪右衛門？お前も仇討ちに賛成なんだろ？なら俺の屍を超えるぐらいの気概を見せてみろや。何を寝ぼけたことを言ってやがる。こいつらは頭に血が昇って前後の見境もつかなくなってるんだぜ。そんな連中相手には血を見せて頭を冷やさすしか方法がねえだろうよ。確かにカズエモンの申す通りだな。我らはもう我慢の限界を超えている。かくなる上はご城代とはたもとを分かち、どうし打ちしてでも光助之助の首はもらうつもりだ。ほう、面白いじゃねえか。だがその前にスーハ、お前に問いたいことがある。聞けばご城代は山品の会議の後から夜ごと伏見の遊郭に出向いては遊刀三昧の暮らしを続けているというが、それはまことか？おい安兵衛、てめえ何が言いたい？ご城代の屋敷近くにはどこでキラの患者が目を光らせているかわからねえんだぞ。そんなもの世間の目をごまかすために決まってるだろうが。それとも何か、ご城代が本心から遊びほうけてるとでも思ってるのか？確かにご城代は世を欺くために誘導しているのかもしれん。
だが、それでも優等は優等だ。そりゃ五条代はいい。数代にわたって1500という大禄をいただいた家柄、金に苦労もせず、のんきに遊郭で遊べるかもしれん。同士の中にはその日の食べるものにも困っている者がいるのだぞ。そういった者が志半ばで大勢脱落していってるのだ。そんな様をこれ以上見過ごせと申すのか。和右衛門、貴様も亡き殿には返せぬほどの恩があるはずだろうが、なぜ俺たちと同じ気持ちにならねえんだ。確かにお家再興は理想かもしれぬ。だが理想は絵に描いた餅ではないのだぞ。このままでは五条代に籠絡されて仇討ちができなくなるかもしれぬのだ。そんなことはねえ。五条代は必ずお立ちになる。なぜそう言い切れる。決まってるだろうが、五条代は俺を殿の墓前に連れて行ってくれた。もし五条代にその気がなければ、そんなことをする必要はねえだろうが。だから俺は五条代がお立ちになるのを信じて待つ。俺も赤穂城の会場の時そう思った。この俺の背筋を凍らせるようなあの眼光はただものではないとな。だがそれは俺の勘違いだった。そうだ、和右衛門も騙されているだけだ。そうだ、こうなるまで何も行動を起こそうとしないのは仇討ちをする気がないから。わからねえ奴らだな。すぐは、お前はどう思うのだ。お前とて赤穂の人間なら我らの気持ちがわかるであろう。五条代の首輝から出して我らの側につけ、それこそが亡き殿に報いることであり武士の矜持だとは思わぬのか。本気で叶うと思わなければ叶うものも叶わなくなる。だからこうやって月を眺めながら祈っておるのじゃ。必ず浅野の名が再び復すようにと。誰も彼も
私の顔を見ればあだ打ちあだ打ち。なぜそんなに死に急ぎたいのじゃ。なぜ誰も私のことを分かってくれぬのじゃ。私とて一人の人間、酒を飲んで自暴自棄にもなりたくなる。スグハ、一度剣を交えたから申すことだが、お前には剣の才能がある。その才能こそ仇討ちで使うべきものだろう。このままではその才能を埋もれさせたまま五条代の犬として一生終えることになるかもしれぬのだぞ。スグハ、面白え、面白え、実に面白え。おい、スグハ、さすが、五条代に見込まれた男だけのことはあるぜ。この俺を前にして、そこまで短歌を切るなんて、よほどの度胸だ。だがそこまで申すからには、それ相応の覚悟ができているんだろうな。なら話は簡単だ。今から俺と勝負しろ。もしお前が勝ったら、お前の申すことを聞いてやる。だが俺が勝ったら、五条代抜きで仇討ちさせてもらう。ちょっと待てや。うるせえぞ。こいつはないものねだりして泣きわめいてるガキとまで言ったんだ。
今さら言いっぱなしのまま済ませられねえだろうが。なあ、スハ。そうだろ？ということだ。だから和也も、お前は道場の隅で指くわえて黙って見てろよ。スグハ、行くぞ。おい。あ、いけない。ん？安部、本気で怒ってる。下手をするとすぐ死ぬ。勝負は以前と同じ一本勝負でいいな。くどいぜ。武士に二言はねえ。だがその心配はいらねえぞ。何せ勝つのはこの俺だからな。では、二人とも、用意はいいか？
で受け止めたくない。足さばきかわしたい。そういうこと。足さばきで安兵衛の剣を空振りさせてんだよ。切れたか。だが今ので一本にしてもらった方が良かった。そうか。
脳天を砕いてやろうと思ってたんだが、紙一重で額に当たっちまったか。同じ場面に。急がい。手当ての用意。もう終わり。何のつもり？決まってるだろうが。あの中に割って入るんだよ。これは。これは、ヤスベイ、スグハの互いの意地をかけた勝負。誰も邪魔立てしてはならない。そろそろこの妥協も終わりとしようじゃない。この前、俺はお前の健康一滴の太刀に冷や汗を受けた。お前がどのような剣を振るってこようが、今の技は、てっきり、ヤスベイの竹刀がスグハの脳天にぶち当たると思ってたのに、気づいたら、ヤスベイの竹刀は頭上でくるくると回ってやがった。巻き、
揚げ。巻き上げ？そうは言うけどよ、あの安兵衛に勝てる見込みはあるのか？何の話をしているのじゃ？積まないとな。それくらい差があるということじゃ。だがそんなこともない。ある技を使えばスグハでも安兵衛に勝てるかもしれんぞ。めがけて渾身の一撃を見舞ってこい。いいから言われた通りにやれ。何をしておる？早く打ち込んでこぬか。
没の瞬間にだけ全ての力を注ぎ込む。だから今の技が決まりやすいのじゃ。それは稽古するしかないの。大事なことは次の一手。相手が太刀を振るう一瞬前に自分の太刀を相手の太刀に絡ませる。この間合いさえ測ることができれば必ず相手の太刀は頭上に舞い上がるはずじゃ。稽古もおろそかにしてはならぬぞ。挑発して勝負を挑んできたと思ったら絶体絶命の危機を巻き上げなんていう奇襲で乗り切りやがった。参った参った。こりゃまんまと一本取られたぜ。安部で、どうした。見ての通り俺は市内を脅され無手だ。目を刺さぬのか。なぜとどめを刺さない。もしかしてこの俺に情けをかけるつもりか。